ましたね。素晴らしい。切れました。ここはどこですか？ここはヘップブリックです。はい、こっち見ると分かりますね。おお、綺麗。ああ、なんか久々の晴れは嬉しいな。晴れてるのに寒いのはパリ多いよな。わかる。風来たらやばいよな。はあ、よっしゃこっちかな。これ何屋さんやろ。おー、美味しそう。これ何屋さん。お肉屋さんかな。美味しそう。いいね。ここはなんかちょっと下町感が強めやな。ゆるい感じ。いいね、お昼からビール飲んで。美味しそう。ハッピーアワーなんかな。これケーキの台？え？ちょっとあれかな、マホスケ。見て。そうや。ほら。あ、すげー。オリジナルデコラッションができるんやん。へー。波。え？波いるよ。フィギュアが。ちょっと待って。ミッキーとかもあるけど。ドラゴンボールとかあるけど。これすごいな。どういうジャンル？あ、結婚式？なんかちょっとあれやな。アジア系じゃない？きっと。なあ。面白フィギュアのジャンル、ね、フィギュアのジャンルがすごいなんでなんて感じのジャンルなあ。あー、ほんまや、ハトいっぱい、かわいいハト。高いやろな。高いよ。確かに。でもこの木に吸えないな。あっちもおるやん。えあ、ほんまや。ここめっちゃおるやん。あ、ワンちゃん。かわいい。そして上には、鳩が山盛り。ようさんいらっしゃるわ。昔うちに来てたあの鳩たちは元気だろうか。あ、飛んできた。ここはサンマルタ運河ですね。あ、すごい。あれ閉じてるけど漏れてるってことやんな、水。そうやな。あいちゃん左手にある、あ、並んでるな。あれこっちじゃないわその隣やった。ありました、ヤンクーブル。空いてますね。おお、ヤンクーブル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 。言いにくい名前。言いにくい。このキツネがポイントのお店やんな。よっしゃ、さあリベンジだ。あららはい、やいちゃんゲットしました。買いました。なんか見覚えがあるな。2回目2度目の皆さんのからいただいたスパチャをこちらに使わせていただきます。ありがとうございます食べれるね、やっとね。もう今日はすぐ食べて帰って。はい、じゃあ帰りましょう。早く帰ろう、食べましょう。レッツゴー。
マシュアビデオ。はい。おお。焼きました。ちょっと。ちょっと焼いてあったかくなってます。うん、いいね。ちょっとここの焦げ目とか照りが出てるような。うん。綺麗。感じ。やっと食べる。イエーイ。じゃあこっち入れよう。うん、うまいね。私は今日はコーヒー牛乳。うん。私はほうじ茶。今日はこれですね。アグレストシリーズで揃えてみましたよ。マッシュ大好き大好き。ゲーム大好き。アグレストシリーズで。湯気がめっちゃいいね。ほんまや。素敵で。すごい。もくもく。多分初めの動画の説明で入ってたと思うんですけど、フランスの今年は1月2日やったと思うんやけど、高原祭があって、ガルトデラを切りみんなで分けて食べるっていう、でフェーブっていうね、今までやってたフェーブがあるんですけども、こういうフェーブが中に入ってて、これが当たれば王冠をかぶって幸福が訪れるっていうゲーム兼伝統的なお菓子になっておりますが、運試し的な、この前のライブ配信でガルトデラを食べようっていうのをやったんですけど、で全くこの同じやつを買ってきて、でいざ食べようと思って、当日朝準備してパカッてあげたらカビが生えててそうなんです。だから食べれへんかって、で、ね、もう切ってそのフェーブだけ当てるゲームはしたんですけど、そうそうそうっていう悲しみがあったな。とっても食べたかったんですよ。めちゃくちゃ楽しみにしてて我慢したもんな、買ってから、うん、そのライブ配信までは我慢ってやってたのが、うん、まさかのカビということで食べれへんかって、ね、はい、で今回、皆さんにエスパチオをたくさんいただきまして、そうですね、でそのお金を使いまして買ってきました。ありがとうございます。ありがとうってことで食べれるので食べよう、はい、そうですね。まずはまたフェーバーで一応するので、うん、切ってもらおうかな。ちなみに前回も、うん、前回はなんとあやちゃんが2回当てました。あ、そっかそっか。これと、うん、これこれね、こうしてなので今回は、そうね、これがね、多分ここについてたんですよね。そうそう、うん、これを多分王冠になってるんやと思うから、うん、これをつけますね。ちなみにこれはヘーゼルナッツノアゼットの、ガレットデロになってて、普通はアーモンド系の味やと思う。うん、うん、だからあんまりないやつやからちょっと楽しみ。そう、じゃあ切ろうかな。はい、ここで当てたらもうマッシュのもの。当てたら俺のものサッカー。ここで当てる。さすがにこの真ん中には入れてないやろうにね。ああ、切るのを見越して、うん、と信じたい。うん、おいしそう。めっちゃうまそうやな。香りがいいね、やっぱちょっとあっためたから。うん、え、わからん。あああおめでとう。当たった。おめでとう、マッシュ。ちょっと待って、あ切れへん、これ以上。いや、そんな予感はしてた。やば、どうしようかな、じゃあ。でも場所今、分からへん。分かる分かる。どうしようもない。なんかじゃあ、どっちか選んで、うん、入ってた食い込みの多い方が勝ち。OK、うん、それあるやろ。とりあえず今、ここ当たっちゃったから、そう、どっちかやな。で、じゃんけん、うん、一斉ので刺す。で、その後じゃんけんかぶったら、まあ、で、先に一回味見てみへん。あの、このちっちゃいので。じゃあこれで味見する、うん、うん。で、その後に本題いきましょうか、うん、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。で、これがヘーゼルナッツが入っている感じですね。うん、うん、おいしそう。こっちの方がわかりやすいかな。おいしそう。やっぱちょっと色味が違うね。うん、普通のやつはちょっとね、黄色っぽいんですよね。まずはね、味からいきましょう、うん、まず味を試してみよう。わー、食べたかったやつ。おお。いただきます。いただきます。うん、おいしい。うまっ。めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。なんか、ドラって出るわ感がない。思ったよりあっさりしてるな。うん、優しい。でもヘーゼルナッツの香りがやっぱ、うん、
アーモンド、うんうん、の時はアーモンドの香りがふわってするんですけど、アーモンドのやつの方がさすがヘーゼルナッツの香りすごいする。なんかケーキみたい。ケーキやけど、ケーキ、ケーキみたい、ケーキみたい、普通の、うん、めっちゃ美味しい。うまっ。ナッツ好きの人はめっちゃいいですね。うん、そうそう、ナッツがゴロゴロ入ってるわけじゃないですが、うん、食べれたよ、ありがとう。美味しいよ。美味しい。これはいいね。いや、めっちゃ美味しいよ。またこのアグレスシーリー乗してるっていうのがなんかこうこわーってなるわ。よき？よき。これがね、めっちゃ可愛くて、もうこのガレットがいいって言って買ったんやけど、うんうん、でもあれやんな、他に普通のそのアーモンド味のやつもあるし、そうそうそう、あともう一個なんかあったな、上にナッツがぶわって乗ってるようなデザインもあったから、うん、3つぐらい味選べたんかな。な、うん、パイ生地は結構塩味があってうんうん、このパイ生地すごいよな。フランスのさ、パイ系のやつのパイ生地、うん、日本のもやと思うけど、うん、やっぱパリッパリで層がすごいってイメージ。あー、日本であんまりこっち来てからやから、俺カフェで巡ったりさ、やんな、デザート食べる、デザート、スイーツ食べるのさ、うん、だからあんま日本の知らんねんな。パイとか美味しい。だって、うん、アップルパイとかあるやん、うん、マクドのアップルパイがアップルパイだと思ってたからねえな、なんか中にあんなジュルっていう感じ入ってると思ってたら、結構なんかリンゴのさ質感残ってる、うん、なんてやろ、ちょっと違ったよな。うん、じゃああやちゃん勝負しますか。運試し、運試し、オッケー、せーの、こっち。もういいよ、じゃあマッシュに。あ、ほんま、譲ります。残り物にのパターンじゃない、大丈夫、いいよいいよ、じゃあじゃあ一緒に引っ張って、はい、これはじゃあ浮かして、じゃあいきましょう、せーの、あやちゃんや。3連勝やん。引っ張ってあかんかった。ということで、あやちゃん当たりました。おめでとう。やばない、どんなやつやろ。え、やっぱ残り物には服がある。そうやな。じゃあ、譲ってよくある程度は、何、今年は、うん、欲張らない、残り物を大事にする、謙虚 に、 謙虚に、今年のマシエのテーマは謙虚、謙虚や、はい、謙虚にいきましょう。これ見せられたね、本当に。とりあえずおめでとう、ありがとう。とりあえず出してみてみようぜ。そうやな。やばいな、当てられたか。え、当てる気でおった。結構もう緩かったんちゃう。いや、当たるかなと思っててんけど、3回やれば1回ぐらいは今年はもらえるかなと。初めて俺今年ほんまや1回も当たらなかった。ほんまや、初めてちゃう。いつもね、あのパリに来たての時やった時はマッシュガンガン当ててたもん。うん、2年目3年目もね。はい、あやちゃんの今回のやつはこんな感じ。一応ね、その今回のあのブランドのライブは全部このキツネさんが、そう、ライブ配信はこれ、そう、下のやつで、今当てたのが上のやつですね。おしゃれしたキツネさんシリーズですね。ね、かわいい、かわいい、いいね。はい、イエーイ。じゃあ、あなたにはそれいける、この王冠を授けよう。ちょっとちっちゃすぎるんじゃん。パーン、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 あ、でも刺さるからいい感じ。あ、すごい。これ王冠。え、え、これそれ王冠、これ王冠か。前もちょっと真ん目でもいいんかな、こういうこと。もうちょっと大きくした方がいいんちゃう。さあ、これちょっとあの、あれですね、ガレット・デ・ロワ用に調整されてるから、人間にはちょっと、まあ、かわいいかな。はい、こんな感じです。ありがとうございます。おめでとう、あなたには幸運が3つきます。3つだけ。もっと来い。それはせやな。いや、でも本当に謙虚な気持ちが大事っていうのを教えてもらった。だってこれもやろう、で、これもやろう。はい、3つの人です。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ダサいダサい。いや、すごいなぁ。いや、美味しいけど、うん、じゃあ俺大きい方食べようか。うん、ごちそうさまでした。いや、今年はあやちゃんが幸運でございます。はい、私は3冠いただきました。
やでも気分がいいもんですね。うん、そうやね。宝くじ買った方がいい？行っとくか。あのおっちゃんのがやってるやつ。ロト。ロト。が競馬かよ。競馬だ。こっちにな、そういう場所があって、うん、あ、どうやってやるんやろな、ちょっとやったことないから、ちょっと運試しで、今度、1回だけ、うん、美味しかった。はい、ということで、皆さん、何度も言いますが、皆さんのおかげで、味わうことができました、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、日本語圏以外の方にもね、はい、デロワ、ガレット・デロワのこともお伝えできたんで、よかったなと思いますね。はい、そうですね。うん、嬉しかった。で、このアグレストシリーズをこうやって、この大皿は使うことないんで。そう、使えてよかった。今回これで使えた。いいね、邪魔しないね。かわいい、かわいい。好き。いや、なんかカフェにおる気になるよな。なんかお皿かわいいだけで、うん、カフェ来た気持ちになる。でもお皿はカフェにありそうなお皿やし、うん、これ実際パティスリーの話やし、紅茶もな、ちゃんと、うん、葉っぱ買ってやったやつやから、うん、それではご視聴ありがとうございました。オーバー、アビアント、おめでとう。ロト動画でお会いしましょう。なんて、あ、ロト動画やな。ギマンマンやった。ギャンブルの違い。